どうも、ヤジケイです。ファイナルファンタジー15、前回の続きやっていきたいと思います。そう。一応自由に動けるようになったんで、補足説明しておくと、気がついたらレガリアがタイプ D っていう、ちょっと四駆仕様になってまして、で、ステッカーも、シドニー仕様に、書いてます。はい、ということで前回はあのオートが陥落して、その後、まあ、ハンマーヘッドにまた戻ってきたというところからですね。結構飛んでったもんな。あんなに攻撃されちゃうよ、あれだよ。はい、で次はどこに行くんやろうか。シドに話すんだと思うんですよね。ここか。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカ言え。そう簡単に騙されるもんかよ。オートで起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。なんてこった。もう序盤からマジで悲しすぎますね。これコルから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。面白いもん持ってんな。俺のことか。帝国の奴らと戦った時に拾った。オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。金属の鍵を届ける。なかったかな。あった。受け取った。あとは俺の腕を信じな。うまく使いこなせよ。ドレインランス。またいいの持ってきたじゃねえか。よし、こいつ用の部品を集めてこい。機械の武器を改造することができる。エンジン錆びた金属片を調達し、エンジンブレード強化します。あ、一番初め持ったやつか。あるかな、エンジン錆びた金属。改造か。いいぜ。ドレインランス2を強化してもらおう。なんかいっぱいあんな。おい、帝国製かよ。何でも拾ってきやがるな。よし、早いとこ部品を持ってこい。ん？
あ、バイオブラストも強化できんねや。へえ。金属片渡して、あ、あるか。よし、組み上がるまで人を待ってな。これだ。あとで感想を聞かせろよ。エンジンブレード2になりましたね。シャキッとしろよ。改造か。いいぜ。うん、また改造してもらえんねや。暇してんのか。デガニアのことはシドニーに頼みな。腰が痛い。はん、調子は？もうないからか。あれした。あ、もう気がついた夜じゃないですか。今日は何の用？ん？いや、いいよ。また来てね。あ、ということは、全然弱い。全然弱いな。で、さっきの槍は、はい、うん、あ、これも弱い。とりあえずはいいですね。まあ、ちょっとサブクエストはね、置いといて。この辺、これも多分サブクエストなんですよね。これ何なんやろ。あんたたち車持ってたよな。ああ、食材の仕入れを頼めないか。なんで俺が。まあ、シドさんが。シド、何でもいいからお使いをやらせろと。いろいろあって帰れないんだろ。まあな。だったら外の世界に慣れろってよ。頼んだもんはなくても困らないが、持ってきてくれりゃ助かる。よろしくな。タッカが言ってたやつだよね。ああ、すぐ手に入ったな。お使いにもならねえぜ。彼の優しさか。これ持ってたからな。せっかくだから届けよう。よう、調子はどうだ。何か食ってくか。腹が減ったら戻ってきな。え、これでもうサブクエスト終わり？終わりか。またじいじの試練か。シードン。またいろいろトレジャースポットも出てきたんで、これまた別の動画外で行こうかなと思います。ちょっと夜なっちゃったんで一回寝ますね。休むか。なんかあっという間に経験値が結構溜まってしまいましたね。写真は、お、シド。かっこいいやん。残しとこう。電話や。はい。ああ、やっと当たった。その声、王子だろ。無事。俺、Dの。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと武士な顔見たいからさ。時間があったらガーディナに来て。ガーディナね。なんかサブクエストはこのゲームかなり多いっすね。めっちゃなんか。あ、これは違う。お使い ドライブ。え、これもうやったつもりやったけど。持たせてください。持ってきてくれたのか。
簡単すぎ。シドに怒られるぞ。そうだな。次に頼むときは情報屋としてもう少し難しくさせてもらう。だが手に入れてきてもらって助かった。代わりにこれをやる。料理して食え。あ、なんかめっちゃ燃える。やった、ラッキー。また まだあんのこれ。時間があるならお使いするか。ああ、買ってくるだけじゃねえよな。今度はちょっと骨が折れるぞ。野獣を倒すとこからやってもらう。つまり狩りだからな。手に入ったら新しい料理に使う予定だ。できれば持ってきてほしい。なんとか入手できたな。痛む前に持ってこうぜ。これも持ってるってことか。お、無事に帰ってきたか。ああ、これで何作るんだ。あんたでも食える。つまりそういうことだ。ぜひ注文してくれ。とりあえずこれは礼だ。料理してくれ。お、また食材もらった。ありがたいっすねこれ。で、そう、いや、お使いするか。ああ、今度は何だ。狩りだ。在庫が足りなくて困ってる。よし、任せろ。頼んだ。頑張ってきてくれ。ガルなのにこれはないんちゃう。やっぱりないわ。はい、ということで、あっかなら自分で枯れそうだろう。包丁でスパッとね。どこをやれば一撃で済むか俺たちより分かっているだろうな。怖えな。給油した方がいいんかな。いいか。メインクエストを進めていきたいんで、オートドライブクエストの目的地これですね。ゆっくり行きましょう。これ4区なんでね。あ、結構半分ぐらいやったな。まあいいか。出入りは制限されているだろう。今中どうなってんだろうね。さあな。どうだろうな。ま、いつか戻ることになる。そうだな。すぐにではいかないが。クリスタルないんだよね。取られたっつってだな。返させるし。ああ、必ずな。いやー、すごいストーリーですねこれ。王子の国が陥落しちゃってるっていうし、お父さん死んでもてるし、なかなか厳しいな。ちょっと討伐依頼とかサブクエストとかやったら、もうなんか結構いろんなアイテムを見つけて、さっきもサブクエスト結構すぐにこうしちゃったんで、本当はね、どんどんメインクエストを進めていきたいんですけどね。でも、あのムービーが終わってからの、あのこの FF4 のテーマっていうのもなんか新鮮で結構良かったな。4はね、やったんですよ。なんで着いた。微妙にバトルシーンがちょっと流れちゃった。よっしゃ、行きましょう。ここがシドの言っていた集落か。ハンターらしいやつが集まってんな。情報収集していこうよ。こいつか。
ノクティス様、ご無事で何よりです。モリカ、誰やね他のやつは。警護隊はほぼオートで、イリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンが、レスタルムまでは無事お連れできるかと。そうか、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。わかりました。将軍の指示で私はこの辺りの帝国の動きを監視しています。なるほど、はい、墓地にいると。テネブライから取り寄せられたジールの花が各地で飾られています。オルティシーには大勢の人が訪れ。普通のハンターじゃなかったんだよ。王と警護隊みたいな黒ずくめでさ。やばい、ラジオ突っ張っていってしまった。王都から逃げ伸びたって噂だぞ。どこや。そう言われるとしよう。まっすぐ行って左か。オッケー。じゃああの人はそうか。休む間もないよな。王と出てハンマーヘッド、王家の墓で休んでいる印象はないな。不死将軍の名は伊達じゃねえか。でも無事でよかったよね将軍。悪運強いって本当なんだな。ん、えこっちか。それだけではないと思うが。あんまりバカにすんな王子、あの腕は相当なもんだぞ。ん、敵気をつけろ。ほら、あーめんどい。油断禁物ってね。ほらさあ飛ぶ。ほら、はい、結構瞬殺っすね。さっさと先に行こうぜ。ああ、墓に何の用があるんだろうな。歴代の王にまつわる何かだと思うが。行かなきゃ分かんねえ。またかよ、鳥ばっかりやんけ。ちょっと MP がなくなってきた。着いたな。これお墓か。将軍は中か。将軍いた。ようやく来たな王子。で俺は何すればいいって。亡き王の魂に触れることで力が神王へ与えられる。これは魂の棺だ。これ力を得ることは王のスーパーナチュラルの D の声やな。ねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって。じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺はじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。
ファントムソード。ヒットポイントを消費して攻撃。ああ、結構きついな。これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ？墓所に祀られた武器は13あると聞く。だが13、場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。うん、じゃあこれから行くのは？キカトリーク塹壕跡、壕の奥に墓所の存在が確認されている。じゃあ、はい、いいな、隙を。ちょっと出せてよ。危ねえだろ。ああ、ごめん。ほら、ここまでだ。てや、いや、俺も悪くなかったぞ、プロンプト。将軍に褒められた？浮かれるな。毎日鍛錬するといい。ああ、はい、頑張ります。さっきのなんか装備って。これがファントムソードか。190めっちゃ強いな。ただちょっとヒットポイント使うって言ってるから、とりあえず今はいいかな。さあ進めていきましょう。でどこに行くんや。あ、近い。ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。今どこや。おー、ほんまや、帝国軍や。よいしょ。戦い慣れてきたな。まあな。ねえ、どこ？大丈夫。ああ、問題ない。すぐ終わらせるぞ。ああ、感じだ。どこにいんねん。当然一撃やねんけど。ほら、最後だ。ほら、どこ、あれ、いない。あれ、どこや。よいしょ。うまいことやるじゃねえか。無事か、プロンプト。あ、どうも、大丈夫です。結構もしかして敵が多かったり。窓アーマーか。強さは中の下よりも少し上か。一言でまあまあだ。将軍、あいつを倒せたらなかなかのもんだよな。やべ、いけるか。力を見せてみろ。やばいやろこれ。
とりあえず足は壊した。もう、おお、マジか。ここか。王子、同行はここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。分かった。将軍は？帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。腕が鳴るぜ。了解。気をつけてな。よっしゃ。よし、行こう。無茶すんなよ。見て、扉があるの。ここって何なんだろう。誰か住んでいたようだが。暮らしてたの。戦火から逃れてかもしれない。うーん、今も誰か住んでたりするかな。お、何だろう。コード、こっちに伸びてる。何とつながっているんだろうな。これか。天井崩れそうだ。だいぶ放置されていた感じだな。大丈夫かな。入ってみ。お、あ、うわ、何、すまん、関係ちまった。もうマジ心臓止まった。これが開けれるのか。開いた。いやだね、その音。なんかあってそう。曲がり角から。あーとか。ビビりすぎだ。あ、開かないみてえだぜ。しつこいね。開かないってば。これちょっと結構怖いんですけど。誰か。ここも鍵かかってる。この先に何かありそうなんだよな。気になるな。あれ、確認は。行かないならそれでもいいが。やめとくか。いや、これすげえダンジョンやな。お、ギリギリ。お、なんかあった。エリクサー。お、なんかあった。レーザーセンサー、何やそれ。お、怖くか。ダメだ。あかんのかい。どこ行くの。お、怖く。あ、アイテム。あ、いた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 。待て、何の音。炎のエレメントあるか。あ、ここは開く。こっちは、こっちから行けそう。こっちも開く。油断するな。でもこう、
なんかありそうだけど。なんもない。君が悪いな。アイテムもないですね。え、なんかいるやん。マジかよ。あんまりない。虫、ダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな、俺も。あ、オートボウガン。オートボウガンってマシンやんな。どっちが強いんや。あー、バイオブラストの方が強いんか。こっちも開くやん。うわ、なんやこいつ、めっちゃ怖いし。え、マジ？マジかよ、なんか止められてんけど。ハリー、よっしゃ。なら遠慮なくやらせてもらうわ。終わった。無事だな。強かった。はいはい、行くぞ。え？どっち？方向的にはこっちなんやけどな。ここでしょう。昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物王だな。言い方、実際さ、使ってみてどう。ああ、いろいろやれるようにはなったな。見え張って無理はすんなよ。使いこなしていくのはこれからだ。入口まで戻りますか。いえ、はい、いいか。いや、このダンジョン結構リアルで、もういきなり敵が上から出てきたり、いろんなとこから出てくるんで、結構ビビりますね、これ。うわー、シャレに乾杯。で、滑っ、さっきから何の真似だ、ノクト。うざけ。はい、出たか。くたばったのかと心配したぞ。力手に入れたぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西のダスカ地方へつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて。帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。
そういえば道沿いに基地らしきものを見たな。なんかヤバそうなやつか。あれを潰すとなると大仕事だぜ。俺たちにできんの？できると見越しての依頼だと思う。まずは話を聞いてみよう。だな。とりあえず集落に行くか。はい、ということで、第2の武器を手に入れたんで、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。